和歌山県庁舎は、和歌山県和歌山市小松原通り一丁目一番地、及びその周辺にある、和歌山県庁の建物群の総称である。本館、北別館、東別館、警察本部庁舎、南別館からなる。和歌山県成立以来、和歌山県行政の中心となっている。周辺には、県庁舎群以外にも和歌山県民文化会館、和歌山県立近代美術館、 和歌山県立博物館など多くの県施設が集積している。総面積は2.3ヘクタール。1876年春工の和歌山県庁舎2006年に完成した南別館以外の建物は建築から40から60年経ており、今後予想される南海、東南海地震に備えて継続的に耐震工事が行われている。 本館は1936年9月から建設に着手され、1938年4月に竣工した。設計したのは、和歌山県技師の増田八郎で、顧問としては、内田正造外食された。施工は、清水組、地上4階の鉄筋コンクリート造りである。延べ床面積は3434平方メートル。百四十五年の和歌山大空襲で破壊を、 免れ残った建物である。ちなみに、本館3階及び4階は、和歌山県議会の本会議場となっている。なお、本館は1938年完成であるが、本館には、戦後に増築された部分が存在する。本館の裏側部分が増築された部分である。まず、本館裏側の西部分が1947年に、西側に続いて、 東側が続いて1962年に増築されている。増築を繰り返したこともあり、機能面で多くの問題を抱えているとされる。しかし、財政的に建て替えは難しいため、耐震補強工事やエレベーターの設置工事が近年行われている。2013年12月24日に国の登録有形文化財に登録された。東別館は1964年に竣工した。 鉄筋コンクリート作りである。本館の東側に位置する。北別館は1966年に竣工した。地上5階、地下1階の鉄筋コンクリート作りである。延べ床面積は約1万1751平方メートル。本館の北側に位置する。警察本部庁舎は1968年に竣工した。地上5階の鉄筋コンクリート作りである。 延べ床面積は約4948平方メートル。本館の西側に位置する。新築以来、和歌山県警察本部の本庁舎となっている。なお、和歌山県警察本部交通センターにも関連施設がある。南別館が完成するまで県庁舎群の中では一番新しい建物であった。南別館は2005年8月に着工し、2006年10月に竣工した。 地上10階の鉄筋コンクリート造りである。高さ50.1メートル。延べ床面積は約1万1751平方メートル。本館の南側に位置する。総工費は約42億円で、警察本部庁舎の新築から約40年ぶりの新庁舎である。和歌山県の防災を担う中枢施設として建設されており、震度7クラスの揺れにも耐えられるように様々な。 免震装置を設置している。南別館は東南海、南海地震などの大規模災害が発生した際の拠点として想定されており、屋上にはヘリポートも設置されている。また、多くの物資を備蓄している。2から3階には防災センターとしての中枢機能があり、全国の自治体でも最新鋭の総合防災情報システムを整備している。 その他の記載端に危機管理に関連する内部部局が配置されている。平成25年12月24日、文部科学省国時代161号、産経ウエスト、ありがとうございます。